はいどうも隊長です。 FIFA18 本田圭佑監督キャリアモードやっていきたいと思います。はい、ということで1月に入りました。冬の移籍期間開始ということで、アレクサンドラはですね、大した補強金がないんですよ。なのでなるべく、契約切れの選手を狙うか、フリーの選手を狙うか、ユースから獲得するかの、この3つの条件かな。ちょっと欲しいと思ったポジションはなるべく安い値段で狙っていきたいなと思います。うわみんなヘトヘトだね。ヘトヘトだ。バカ横に関してこれ体力あるかも。スタミナゼロだろもう。はい、今回、ファーナムっていう選手なんですけど、このファーナムって選手は松浦とトレード移籍で、ダービーカウンティーからね来ました。なので松浦はトレード移籍なんでダービーカウンティーに来ました。もう30歳なんで、これ以上の成長はちょっと見込めないなと思ってトレード移籍させてもらいやした。活躍はしたけどね、うちのチームでは。今後のこと考えたら、まあちょっとすいませんけど、リストラということで、リストラって言い方悪いな。まあちょっとトレードっていうことで、はい、お願いします。まあ、ファーナムに関しては能力値59だけど、敏捷性とかバランス、ダッシュスピード、ありますからね。年はまだ22歳ということで、これから成長できるんではないかなと思います。でカークが怪我ったから、ちょっと怪我ったからサイド系の選手1人欲しいっていうのと、ウォーカーとジョーンズセンターミッドフィルダーね、あとジャローはいますけど、なかなかちょっと控えがいないのでセンターミッドフィルダー1人欲しいというところで、グリムズビータウンのですねミッチェル・ローズかな、この選手なんですけど、残りの契約期間6ヶ月なんで、給与だけ支払えればいいんじゃないかな。総合能力値は62と、年齢は24歳、バランス、フィジカル、スタミナ、積極性いいですね。これは期待できそうだぞ。さあミッチェル・ローズ、いやマジでホンダじゃねえな本当に。顔24歳でセンターミッドフィルダー、結構能力値的にも、なかなかいい感じだったから、チームの要として頑張ってもらいたいかな。給与3400はまあ問題ないとして、契約ボーナスに52000というわけで、ミッチェル・ローズとは、まあ給与4100ユーロで、まあ一応契約合意ということで、すぐには移籍しては来ないんですけど、来シーズンの夏の移籍市場で、来るということで、いやまあ即戦力にはなりませんけど、でもセンターミッドフィルダーと右サイドハーフができるからね、来シーズンは3部で活躍してくれるんじゃないかな。まあお金ないのは今だけだと思うんで、移籍もね、補強もね大したことはできないんですけど、ハルシティ戦 FA カップ第3回戦ですね、やっていきたいと思います。ついにハルシティ、多分今2部だと思う、2部にいるんで、ハルシティ戦気合い入れてやっていきたいと思います。さあということで、ハルシティ FA カップ第3回戦やっていきたいと思います。ゴールキーパーガーラット、左サイドバックからウィン、レインズ、ジョルダーノ、ベラスコ、センターミッドフィルダーにウォーカーとジャロ、左サイドハーフにエンリー、右サイドハーフに、松浦とトレード移籍して入ってきたファーナムですね、あんまり調子良くなさそうだな。でトップ下にチャナティップ、ワントップにバウリーとやっていきたいと思います。さあこのハルシティに勝てば、次の対戦相手は一部のクラブと戦う確率が大きくなるな。さあということで、アレクサンドラ対ハルシティ FA カップ第3回戦やっていきたいと思います。相手は2部のクラブですね。2部、チャナティップいいよ、早速自分で仕掛けてシュート、宇宙開発で、今回右サイドハーフに、松浦とトレード移籍してきたファーナム、もう序盤からもガンガン仕掛けてこ。さあウォーカー、縦にチャナティップが空いて、これを決める、チャナティップソングラシン、チームの司令塔、いいですね、開始5分で決めた、素晴らしいサイン、いいよ。わかんないよ、多分ハルシティもちょっと油断してたかもしれん、初戦4部相手とか。ファーナムナイスカット、いや本田監督が率いてますから。
さ、今見てる視聴者さんでこのキャリアモード監督本田だってことを覚えてるやつはまずいるのかどうかなんですけどね。やばい、縦抜かれて、あぶない、あぶない、いいぞファーナム、お前のスピード見せろ、スピード、ふい、いいよ、素晴らしいで、なあ、いや今ボールが悪かった、低いボールが良かったな。さあショートコーナー、ただこれは狙って、ちょっと無理だったな今のは。来るぞ、相手の方が早い。このハルシティに勝てれば次の対戦相手は、まあさっきも言ったんですけど、一部のクラブと当たる可能性がでかくなると思うので、ハルシティに勝てれば、まあ3部もね、まあ3部に昇格した際もね、戦っていけるっていうことにもなるから。さあボールがつなぐ、ボールファーナム渡るが、これクロス、うお、すげえクロス、折り返して無理、やばい、ああエインリー、バウリー、ジャノティップ、おお、吹っ飛ばされたよ、お、来た、フォーナム外す、マジかデビュー戦ゴールならず。さあというわけで前半終了して、アレクサンドロ6本シュートって枠内わずか1と、相手も4本打ってるんだけど枠内1ですね、まあ、打ち合ってるっていう状況なんですけど、まあ、攻められてるわけではないからハルシティに、まあ、後半も同じような感じで行こうかな。ちょっとでもちょっと右サイドハーフのファーナム疲れてんな。でもサイド系の選手ね、カークがいたんですけど、今ベンチ外にいるんですけど、怪我しちゃったのでどうしよう。ファーナムちょっと急、いやもうちょっと出しとこうか、もうちょっと、後半の最初肝心だからね、マジで後半の最初マジ肝心、オッケー、後半早々失点ありえるから、そこんとこディフェンス、そこんとこのディフェンス、そこんとこのディフェンス、そこんとこの、うわーべーやらかしたー。後半開始早々 PK を与えてしまう、あー入れちゃったな、足止めてくれガーラット、これはね左、あー右だった、くそ、やっぱりうまくいかないですね、リーグ戦と違うから相手は4部のクラブじゃねえからな、格上ですから。ナイスカット、チャネティップ、あダメだ、あー終わった攻撃がゆっくり攻めろ、ゆっくり、焦らず焦らず、オッケー、交代しましょう、チャナティップを右サイドにやって、でトップ下にバウリーで、ワントップにダグナルっていう感じでいきますか。ナイス、いやバウリー、オッケーオッケー、エンリー、ふい、あー惜しい、オッケー、しっかりとつないで、あ、いやもうちょっと無理しすぎだな、あ、決まった、やったやった、よっしゃバウリーチームのエース、今のちょっと無理やり感あったなって思ったんだけど決まったわ。あ、ちょ、敵の相手のディフェンダーの太ももふくらはぎに当たったんかなよかったー、やったやったやったおおやべえなやべえなやべえな、うわーくそーいやー全くボールうちのもんにならねえな
全くうちのもんにならねえな。やばいやばいやばい、あぶねえ。もうめっちゃ後半打たれてんじゃん。来た来た来た、ようやくうちらのボールになってきたよ。はい、落ち着いて、お、来た、3点目、これで安心できる。チャナティップ、もうこれも決定的な一打になりましたよ、ハルシティ相手に対して。3対1です。我慢の我慢で掴み取った1点。よっしゃ、終了3対1。いや、ちょっとね、今までの試合が一番難しかったな。かなり攻め込まれたから、でもなんとか少ないチャンスを点としてもらえたんで、よかったよかった。相手は12本打って枠内わずか2、こっちは9本打って枠内3ですね。まあどちらも決定力のなさが目立った試合だったな。ちなみに将来のスター候補のジョルダーノは順調に育ってるね。ダグナルの契約が切れるため、ウィガンアスレティックが事前契約を狙って接触していますと。お、そうか、契約更新なの話があるんだけど、ダグナルな、ちょっとな、どうなんだろう、今考えもんですね。だけど契約が切れたらウィガンアスレティックに加入するかどうかはダグナルの決断次第、本人次第と。チームに留めたければすぐに彼と契約の更新をお勧めします。考えさせてください。もう年32か35だった気がする。どっちだっけ、年齢的に考えたらちょっとどうなんだろうな。あー、賞金だ、賞金来た来た来た、76,660ユーロ。お、めっちゃでかい、めっちゃ嬉しいやっぱ勝つと金は手に入るんだなはい、ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。で、リーグ戦に関してはですね、もうアレクサンドラはもうダントツ1位と64ポイント、2位の46ポイントとかなりの差開いてんで、18ポイント差ね、開いてるので、まあ別にそこまで全然心配はしてはいないんですけど、なので、まあ、リーグ戦はしばらく、まあ、動画にしますけども、なるべくその FA カップの方を重点に動画していきたいと思うので、次はですね FA カップ、まあ、4回戦かな、どうなんだろう、ベスト16に入るか分かんないですけど、ちょっとね、やっぱ強い相手と戦いたい、ね、やっぱプレミア強豪、ね、ユナイテッド、チェルシー、リバプール等々のクラブと当たればなとは思うんですけど、もちろんもう勝つつもりではいくんだけど、だって2部相手のハルシティ相手に結構やられてたから、後半シュート本数ではね、勝つ可能性はかなり低いんですが、そういうとこ楽しみつつと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。